はい、皆さんこんにちは、ジンです。お久しぶりです。前回の動画について結構いろんなコメントいただいてありがとうございます。ありがたいです。そのコメントについて動画も一個撮ろうかなと思ったんですけど、動画撮った後にいろんなまたコメントがバーって増えてしまって、そのまだ動画撮らないといけないんで、まだ後々になるかと思います。はい。で、たまたまさっき、ジンブが帰ってきて、今日ホワイトカード取りに行ったんですね。コンストラクションちょっとやろうかなと思って、仕事でホワイトカードいるんで取りに行こうと思って取りに行って、で取れたんで、それをまあ普通にストーリーに載せたんですね。ってなった時に、何人かの方からそのホワイトカードの取り方について、動画作ってほしいって言われたんで、作ります。はい。作りますって言っても、もう僕すごい簡単なんで、説明、僕がどこ行ったか、どのあれを使ったかとか。そうです。 RSA も僕クイーンズランドで撮ったんですけど、僕クイーンズランドで RSA 撮った時はオンラインで撮ったんですね。なんでオンラインよりかは実際にクラスに行く方がいいと思います。そのどこの州でもオンラインじゃなくて、 RSA もホワイトカードも何どんな資格を取るにしても、実際にクラスに行った方が確率は上がると思います。はい。オンラインはなかなか厳しいですね。結構実際に先生と1対1でオンラインで、ズームみたいな感じでやり合うんで、かなり準備していかないとダメでした、僕の場合は。はい。なんでオンラインではなくてクラスをまずお勧めします。まずこれ1個ね、オンラインじゃなくてクラスで取ってください。はい。で、今回説明するのはニューサウスウェールズのホワイトカードの取り方。ホワイトカードの場合は1回取ってしまうと全州で使えるんで、すごい便利ですね。で、RS の場合は僕の場合クイーンズラインで取ったんですけど、クイーンズラインで取った場合はニューサウスウェールズでは使えないんで、それぞれ州で取る必要があります。はい。まあ、てなわけで、ニューサウスウェールズ今日取ってきたんですけど、こんな感じでサーティフィケートもらいます。はい。で、まあ4週間先メール届いてて、4週間以内にカード、実際のフィジカルカードが届くようになってます。はい。仕事自体はもうできるんで、アプライして、やっていくかなと思ってます。はい。まだちょっといろいろ、今、いろんな仕事の関係があって、まだどの仕事に就くかまだ分かってないんですけど、まあ、前回までは CEO アシスタントさせてもらってました。はい。ある会社の。で、その社長からまだちょっと電話、連絡来て、まだちょっと電話かけてほしいってことやったんで、まだどうなるか分からないです。はい。まあ、端的に話すと、給料が折り合わなかったんで、交渉したんですけど、折り合わなかったんで、断らさせてもらいました。はい。っていう感じで、今はもうニューサウスウェールズでホワイトカード取りに行ってっていう感じですね。説明すると、4日前かな。僕のまあ友達がメルボルンから帰ってきて、今 CEO アシスタントの仕事してるんやけど、給料がかなり低いという話をしたら、なんでお前ホワイトカード取らへんねんみたいな。みんなずっとコンストラクションで働いてるんで、ホワイトカード取ってコンストラクション取ったら、まあ時給38とか35とかなんで、まあお金はいいんですね。まあでもかなりフィジカルワークなんで、僕はちょっと敬遠してたんですけど、まあ今回もう言ってられへんなってことで取ろうと決めて予約しました。で、僕が今回予約したのは CBD カレッジさんで取りました。ホワイトカードをシドニーで調べました。その時に一番トップに出てきたのが CBD カレッジで、そこで予約をしました。すごい簡単ですね。普通に今項目があって、何を取りたいか、 RS と RS のクラスとかもあるんで、実際に行った感じ、ほんまの学校みたいな感じでした。専門学校みたいな。まあ、です。オンラインでまずその RSA であったり、ホワイトカード。まあ、ホワイトカードって言っても、言い方は違うんで。で、僕の場合は、ナショナル、WHS、ジェネラルコンストラクション、インダクショントレーニングっていうのが、まあ、いわゆるホワイトカード。なぜホワイトカードって言われるかというと、そのフィジカルカードがホワイトだからです。ってな感じで、まあ、僕はその、ホワイトカードを選択して、で、日付も選びました。で、今日は1月3日なんですけど、そうですね。明けましておめでとうございます。すいません、遅れました。明けましておめでとうございます。2024年もよろしくお願いします。まあ、てな感じで、予約しますと。ほんなら、そこからメールが来るんですね。で、メールが来て、予約ありがとうございますみたいな感じで。まあ、119ドルやったかな、僕の時は。119ドルでした。はい。で、USI ナンバー取ってくださいって言われるんですね。USI ナンバーって何かって言ったら、学生識別番号って言って、僕の場合はクイーンズランドの RSA 取った時に、識別番号 USI は取ってたんで、もうそのまま使うっていう感じだったんですけど、まあ、USI も普通に無料で申請できてすぐに取れるんで、皆さんやってみてください。USI も普通に調べたら出てくるんで、USI も普通に申請するだけで取れるんで、それを申請してから、僕の場合はそれを持っていったっていう感じですね。はい。あとは、ID100 ポイントいるって言われるんですけど、100ポイントって何かって言ったら、
まあ、自分をする証明する ID ですね。僕の場合だったらパスポートとクイーンズランドのドライバーズライセンスを持ってきました。合計でパスポートが70ポイントかな。で、ドライバーズライセンスが40ポイントやったんで、110かな、110ポイントで、100ポイント超えたんで、それを証明として持ってきました。なんで、持っていくものとしては、下準備としては僕の場合は、USI ナンバーを取得する。で、スタディポータルっていうのに入れる。ポータルに入れ、そのポータルっていうのは、予約したらメールが来るんですね。支払い終わったらメールが来るんですけど、そこで、CBD カレッジでアカウントを作って、USI ナンバーを登録してくださいみたいな。で、その USI を入れたら、ありがとうございますって来るんで、あとはその ID を持ってきてくださいね、当日っていうことやったんで、僕はパスポートと、ドライバーズライセンスを持ってきました。そのメールで、その何が何ポイントっていう表が送られてくるんで、そこはまあリンク飛んで自分で見てください。はい。多分人によって何持ってるかとか違うんで、まあパスポートは硬いですね。パスポートは硬いんで何が、何を持ってるか自分が何で証明できるかバンクカードとかあると思うんで、まあ点数100点超えるようにして持っていってください。はい。で、実際に今日行ってきたんですけど、授業が始まります。で、多分、そのまあ、僕も一応な、一応、行く前に調べたんですね、ホワイトカード。どんなもんなんかって。で、僕の周りの友達は、まあ、全員ネイティブなんで、ブリティッシュとかアイリッシュとか。なんで、みんなもめっちゃ簡単で言うんですね。で、答えも教えてくれるし、みたいな。めっちゃ簡単や。でも僕はちょっと不安やったんで、いろいろ調べました。で、やっぱ日本人の方は結構やっぱり苦戦してる方が多いですね。取れなかったりとか、実際に、その日行ったけど取れへんかったって方が多くて、で、中には取れた方もいて、で、そういうのを見て、ちょっと僕もちょっと一瞬不安になって、まあでもやってみなわからんということで行ってみました。んで、僕は、まあ、着いて、結構15人ぐらいだよかな。教室結構パンパンで、で、何人かはでも帰らされてましたね。その100ポイントの、ID を持ってこなくて帰らされてました。で、その方たちはネイティブじゃなくて、まあ、スペイン人とかアルゼンチン人とかがすごい多かったですね。多分理解できてなくて、帰されたっていうのも多いです。はい。で、聞く話によると、授業中になんか質問されるんですね。で、その質問に答えられなかったら帰らされるっていうケースもあるみたいです。はい。なんで、まあ、とりあえず授業を集中して聞いて、で、僕らの場合は教科書があって、で、自分で冊子みたいなのもらって、そこに書き込んでいくタイプなんですね。アンサーをこう自分で書き込んでいって、で、最終的に僕の場合、オーラルテストがあって、最終的に一人ずつ呼ばれていくんですね。で、まあ、これはどういう意味？これはどういう意味？みたいなのが聞かれるんですね。で、それについてバーッと答えていって、で、終わったら、無事に、サーティフィケートがもらえるっていう感じですね。時間帯は、僕の場合は、8時半から4時まででした。で、休憩が2回あって、その間、ちょっと授業があるっていう感じですね。動画見たりとか、PPE って言うんですけど、パーソナルプロダクトエクイプメントって言って、その、まあ、ベストとかヘルメットとか、そういうのの説明とか、サインについての質問、説明とか、いろいろありました。で、多分何が難しいって言ったら、多分まあ、専門用語もいっぱい出てくるんですけど、そのやっぱ聞かれたことに対してちゃんと答えれるかっていうのがすごい見られてるっぽくて、僕も最初聞かれた時に専門用語がちょっとわからなかったんで普通に聞いたんですね。これどういう意味なんていうのを聞いたら、まあわかりやすいように質問してくれたんで、あ、それやったらこうですねって、まあ、答えれたんですけど、まあでも結局僕のクラスは誰も帰ってなかったですね。その授業を受けた人は全員受かってました。はい。なんで特になんか別に僕の感想的には別に何も用意していかなくていいかなっていう、その下準備というか、まあ、ある程度 PPE とか分かってた方がいいかな、みたいな、その感じですね。ベストがあったり、ヘルメットがあったり、まあ、その試着の練習もあるんですけど、まあ、やっていって、最後にオーラルテストが一番大事かなっていう感じですね。はい。でも、もうほとんど答え教えてくれるようなもんなんで、授業を受けながら、その冊子を埋めていくんですけど、冊子に、そのまあ4択とか3択とかの、あれがあって、自分でやっていくんですけど、まあ、全然答え言ってくれるんで、全然楽です。はい。ただ、最後の、まあ、オーラルテストが、ちょっとまあ、引っかかったら取れへんかなっていう感じです。はい。なんで、全然心配しなくていいです。はい。僕の体感ですと、やっぱり、オンラインで撮った RS の方が、まあ結構きつかったかなっていう、準備する量も多かったですし、そのまま、面接官と1対1で話すんで電話するんで、そっちの方がきつかったかなっていう感じです。はい。っていう感じで、まあホワイトカード、頑張って撮ってみてください。はい。RSA もクラスで撮った方がいいですね、もちろん。なんで、まあこれ撮って、4週間以内にカードが届くんで、それ撮ったら、まあ、仕事していくかなっていう、まあどうなるかわからないですけど、とりあえず、まあ潰し聞くんで持ってたら、給料もいいですし。なんで、ホワイトカードぜひ、撮ってみてください。はい。意見くれた方、動画作ってって言ってくれた方、ありがとうございます。おかげで今、ネタが一個できました。ありがとうございます。では、そんな感じで。